ました。パチスロ界の和製ボブサップ、今日も決まるかサップタイム、沖ひかるでございます。そして、局長です。局長です。そして、マリブです。はい、お願いします。よろしくどうぞ。いやいや、始まりましたね、これ。はい。あれ、ジジ。ジジジジ。ちょっとマスクどうしたんですか。ザワチン？ザワチン。ポマード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 べっとり、クールでバッチリ。A ちゃんになりすます。アラジンか。口裂け女、口裂け女。なん、どうしたんですか。いや、風邪ひきましたよ。あらららら。あの、風邪ひいて万年って。万年。あの、うつしちゃうと、やばい万年。やばいね。やばいね。インフルエンザじゃない。インフルじゃないです、インフルじゃ。不審者みたいなやつがいる。俺言われてますよ。確かにね、確かにこんな格好してコンビニちょっと入れないですよね。ですよね。今日はですね、20時から22時ぐらいだと思います。はい、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 はい。さあやってまいりました。今回で6回目と。うん、そうですね、はい、6回。半年ですか、ちょうど。そうですね、ちょうど。4月から。節目でございますね。うん、ここで問題です。はい。この番組は、うん、続きますか、続きませんか。これは難しい。これは難しい。あのね、これね、うん、皆さん、知らないでしょ？知らない。俺も知らないし、僕ももちろん知らない。来年のスケジュール決まってないですよ、ね。決まってないです。はい、白紙です。1、2、3月、はい。はい。俺も決まってないし、もうないんですよ、絶対。はい。スケジュール自体。ただ、辞めるとも言われてないんですよ。そうなんですよ。これが不思議なこと。不思議なもんですね。あんまりありえないですよね。そうですよ。そう、うん、あのなかなか珍しい。ニコ生ってこんなファジーだったのみたいな。そうそうそう。そんな感じ。何も聞いてない。知ってるのは僕も知らないです。今聞こえました皆さん。僕も知らないですっていう。はいね、マスクドさんが。ディレクターマスクドさんが知らないっつって、うん。はい。6回やってるけど免許がないしか記憶にない、うん、いいね今日もキレキレだね皆さんありがとうございますありがとうございますだからどうなるのかが分かんないんで確かに毎回次回は何日ですって言いますからね言ってた一切ないんですよ、うん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 、だからやるとしたら多分あれですね突発的明日暇みたいなことですか明日やる明日やるみたいな俺1月と2月はないです、ええ、スケジュールがないんで、うん、やるとしたら多分春とかにまた突発的に冬眠に入るってことですね、うん、やるんじゃないかなって思うけど、うん、本当に分かんないですこればっかりはそうですね全く分かんないですね、まあ、とりあえず来月は決まってないんで、うん、1月はここに来ないですね多分ねおそらく、うん、おそらくね、うんそれも分かんないです。本当に。分かんない。うん、なんかパッと開くかもしれないですからね。でも2人が明日開いた時でいいんじゃないですか。いえ、パッ何言ってんすか。ですから一番忙しいのはね。一番忙しいのこの人よ。マナブさん。12月のマナブさんがものすごい忙しい。うん、もしいや、全然です。ちょっと、たまたま。いや収録3日続くと疲れるなぁ言ってみたい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 なぁ言ってみたいわ疲れてんすよ初めて言いましたよねどうしたの いいね、いや収録3日連続だとちょっと疲れるんすよねーなんすごいねどう思いますいや2人はだって収録をずらせるじゃないですか2人から決まっていくわけじゃないですか2日連続まででしょだってそれはとそれあるかな。うん、3日？だって半年先とかまで決めるじゃないですか。決めます。決めます。決めます。それはもうだってもうベストの配置をね。ベター、まあベストまでいかないにしてもベターな配置にはしてもらえる。僕は2日前とかに来ますからね。え、2日前に？とかに言われることもありますから。うん、マジで？はい。じゃあこれもわかんないですね。2日前に決まるかもしれないですよ。1月。2日前までは僕行けるんで。行ける。はい、2日前までは行ける。はい、どんだけ暇なんで。ねえ、スズムシは当日行けるっすって。5時間前までは行けます。スズムシは。嘘。もうすでにスズムシ君は仕事納めが終わって。え、今年ですか？1週間ぐらい前に、はい。はい。嘘でしょ。で、昨日日曜日だったから何してんのかなと思って知らないから電話したら、うん、俺やってんの。あ、今渋谷ですって。あ、うん、渋谷で今日なんか来店かなんかあったの？って言ったら、いや、日曜日なんですけど満喫行ってました一日。家に帰りたくないみたいです。やっぱこれ。人によっていろんな立場がそうですね変わって